はい、皆さんこんにちは。特集、共謀罪シリーズですね。今日は、保坂先生のですね、事務所に、お伺いいたしまして、これから、共謀罪と過去の審議ということにつきましてね、お話をいただきたいと思います。私はこの、シリーズのですね、司会をさせていただきます、日本海賊党代表の須澤と申します。よろしくお願いいたします。じゃあ聞き手の方はですね、自己紹介お願いします。はい、岩井裕樹と申します。2年前にですね、世田谷の区議会議員選挙に立候補して、落選しまして、でそれから、まあ、社会のこととか政治のこととか関心持って、おります。で今日も共謀罪について、勉強ができるということで、なかなか世間でこう今法案が通ろうとしていて話題になってるんですけど、しっかりこう改めて勉強する機会がなかったので、保坂さんに教えてもらおうと思ってきました。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、保坂さんはですね、今は世田谷区の区長をされてますけども、以前は衆議院議員の方でね、はい、その共謀罪の審議にですね、いろんな質問を安倍さんというですね、そういった方です。まあ共謀罪今まで3回ともですね、敗因になって4回でしたっけ、はい、3回ですね、3回敗因になってましてね、その一つの理由はですね、保坂さんの鋭い質問だったんじゃないかということが言われております。まあ、今日はですね、その保坂さんに、当時の様子とかですね、お聞きしたい。まあ、今回また、その共謀罪の方が出てますけども、政府の説明では今回は共謀罪ではないと、いうですね、そういった説明しているんですが、そこら辺からちょっとまずお聞きしたいんですが、まあ、結論から言えば共謀罪という、うん、共謀という名前を使わない共謀罪ですね。はい、で、まあ、これは今年の1月にですね、安倍総理も共謀罪というのはこう全く間違いですというような言い方をしていました。かつての共謀罪をこう改めたんだと。でこれまでは非常にそのちょっと話をしてですね、集まって、でそれがこう処罰されるんじゃないかと、こういう懸念があったけど、今回は全くそういうことはありませんと。なのでその名前はそもそもテロ等準備罪ですというふうに言ってますよね。と岩井君さ、はい、そのテロ等準備罪って聞くとね、やっぱり街頭でのインタビューとか電話で世論調査とかしますよね。あなたはテロ等準備罪に、賛成ですか反対ですかって言われると、まあ、あまり前提となる知識がなければ賛成したいですよね。賛成って言いますよね。で実はそれが世論調査にも現れていて、テロ等準備罪に賛成ですかは賛成が多いんですね。で共謀罪は、に賛成ですかって聞くと、その賛否がですね、賛成が下がるんですね。そうですか。はい、そういう世論調査の結果が出ています。でテロ等準備罪っていう言葉を少し考えてみたいんですけども、実はここにですね、まあ、国会に提出された、まあ、法案ですねいうのがあるんですね。 これですね、まあ、ここに、まあ、ちょっと小さくて見えないかもしれないんですが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の案ですね。まあ、略して組織的犯罪処罰法一部改正案と言います。これどっかありますか？そのテロ等準備罪ってことは。ないですね。これがね、法案のそもそものタイトルは、これが正式名称なんですよ。組織的犯罪処罰法改正案と。じゃあそのテロ等準備罪というのは一体何なんだと、でもこれはそういうふうに言ってるからにはですね、まあ普通はテロ等準備罪っていうテロを準備することを罪とする法律が、まあ、1個提案されるんじゃないかと思うのが普通だと思うんですが、実は277あるんですね。テロ等準備罪と政府が呼んでる、まあ、新たに共謀罪を作る法律が、この中にテロ等準備罪っていうのは入ってると思いますか？入ってるじゃないですか。いや、テロ等準備罪
は実はないんですよ。277は最初から最後まで見ても。そうですよね。で、277もあるのにテロ等準備罪という犯罪は実はないんですね。じゃあこのテロ等準備罪は何なんだというと、いわゆる法案のその呼び方ですという答えがまあ返ってくる。まあ、言ってみればニックネームみたいなもんですね。で、しかもですね、まあ、今多くの人はそのテロ等準備罪っていうのが、与野党、まあ、野党はこれは通しちゃいけないってことで、まあ、反対してますけれども、これが、まあ、通ったらですね、テロ等準備罪で、例えば捜索があったとか逮捕されたとかそういうニュースが流れると、まあ、だって予想しますよね。ところがそういうことはないんですね。例えば、そうですね、組織的な、犯罪集団に今回限ったっていうのも政府の説明ですけれども、まあ、じゃあ組織的な犯罪集団が、じゃあその組織的にですね、消費者を騙すような詐欺をやってみようということの計画が、まあ、共謀されたというとですね、まあ、今回の法律が通れば、組織的犯罪処罰法の組織的詐欺の、まあ、共謀の容疑で、まあ、共謀と言わないで、共謀というのは評判悪いから言い換えてるんですが計画の容疑でとか合意の容疑で、逮捕されたと、まあ、新聞テレビは伝えるはずで、その後裁判になってもですね、テロ等準備罪において、摘発されたとか、逮捕されたとか、テロ等準備罪の容疑でって言葉は一切出てこないんですね、裁判の中でも。じゃあいつ出てくるんだったら今だけだということをまず分かってほしいんですよね。法案ができる前の今だけ、国会でやってる間だけテロ等準備罪と呼んでいる、まあ、そこに、非常にその詭弁というか無理な騙しの構造があるんじゃないかなと思いますね。もう一つ、だからテロ等準備罪なんで、テロをその未然に防がなければね、これ大変ですよと、まあ、それは理解できますよね。だから賛成の方も多いんですが、じゃあそれならそれで、テロをその防止するような法律がじゃあ日本にないのかというとですね、例えば、まあ、テロっていうと、まあ、割とすぐ連想するのが爆弾ですよね。爆発物取締罰則っていう、そこにはですね、実は共謀罪があるんですね。で、サリンとかですね、そういう化学物質にもあるんですね。で、組織的な、まあ、殺人とかですね、いうのもその、まあ、場合によってはですね、破壊活動防止法というの法律の中にはやはり共謀という名前と同じの陰謀という罪があって、まあ、大体20個くらいあるんですね。20個を今227まで増やそうというのが今回で、実は最初は676もあったんですね。だから随分減ったじゃないかって言い方もできるんですが、で逆に言うと676のその共謀罪っていうのをどうして作んなければいけないのよというと、国際組織犯罪防止条約、これは TOC 条約というふうに言うんですけども、この TOC 条約に入りそびれてると、日本はもう残り、少なくなってしまったと、入ってない国は。でその条約に入るためには長期4年以上の刑ですね、いうことが規定されている罪を全部一律この共謀罪でくくるか、あるいは団体に対する参加罪というのを設けるか、まあ、どっちかなんだという理屈で、11年前は619種類でした。まあ、いろいろ増えて今回の1月政府が出した段階では676、それが公明党の、まあ、意見というのでちょっと多すぎるんじゃないかというので、まあ、277まで減らしましたということなんですけども、で広がって考えるとそこまで減らせるなら、
もっとそのいわゆるテロ等準備に絞ったらいいじゃないかということも考えられますよね。ですから国会で、まあ、問題になってたのは、例えばですね、森林法と、いう中で、まあ、石を集めたとか、キノコ狩りをした、しようと、これもなんかどうも共謀罪が設けられているよと、そんなそのテロ組織がキノコ狩りみたいなことって考えられないんじゃないかと、まあ、そういう議論がありました。いや資金を作るから考えられるんですと言うんだけど、資金を作るなら密漁の方が効率的に資金ができるかもしれないんだけど、それは入ってないよねとか、まあ、そういう議論がありました。でまずテロ等準備罪っていう言葉に惑わされないでほしいということですね。でじゃあその共謀罪、これはどういう内容かっていうのをちょっと申し上げますと、日本の刑法、刑事法というのはですね、原則があります。原則は結果が出たこと、社会に損害を与えたこと、例えば、人を傷つける、あるいは、殺してしまうとか、金品をですね、強奪するとか、まあ分かりやすいですよね。結果が出たことに対して、まあ、捜査が行われて、まあ、この、刑が宣告されると、裁判においてですね、まあ、こういうふうになってます。で実はその重大な犯罪に絞ってですね、例えば殺人というのは重大ですよね。ですから、こういうものにおいて、まあ、殺人であればその殺してしまったことを既遂と言いますよね。遂げたって書いて、未遂と既遂、既遂ですね。でその直前でこう揉み合ったんだけど、まあ、逃げたとかやめたっていうのを未遂と言いますね。その前に予備っていうのがあるんですね、つまり殺人予備罪。これはその殺意を持ってその、まあ、武器ですね、まあ、例えば刃物とか、バールとかですね、そういうものを持ってそこに向かっていこうとしていたっていう時に、これはまあ逮捕できると、で処罰もできるというふうになっています。で実はその今回の共謀罪っていうのはその手前ですね、じゃあそういうふうに行こうよというふうに決めた段階で処罰ができるということなんですね。でこれは心の中でその、まあ、2人以上のですね、まあ、政府の説明によれば組織的な犯罪集団が、その277の罪に該当するですね、まあ、計画をその共有してですね、これを共謀と言います、ね、それは出来上がったという段階で、もうその共謀罪という罪が成立する、まあ、今回政府は計画罪とかそういう呼び方をしてくると思うんですが、まあ、その段階で犯罪になるよっていう考え方です。ですから一般社会にはまだ全然馴染みがないというか、これは僕も11年前に聞いたんですが、例えばその若者がですね、まあ、話をして金ないよなと、ではどっかこの A という家分かるだろうと、あそこは高齢者一人暮らしだよと、じゃあまあ忍び込んで取りに行こうかみたいな、それもいいかもねみたいな話をして、まあでもちょっと待とうよと、そんなことしたら大変なことになるじゃないみたいな話は若い世代、まあ、することがありますよね、まあ、そういうことがあって、まあ、それをやってしまったら犯罪なんだけれども、いやちょっと待った、それはまずいよいかにもと言ってブレーキをかけるというのはまあ当たり前なんですが、この共謀罪の不思議なところはですね、いいですか、その、はい、撤回ができないということなんです。はい、撤回できない、はい、つまりその A という家にはここだと、うん、その例えば Google マップをプリントアウトしてですね、ここに赤い印をつけたとすると、じゃあそこに行く道はどこだろうかってこうね、道などを確認し合うと、
じゃあオートバイなのか車なのか逃走経路はどうなのか誰が入っていくのか、まあ、4人なら4人で決めたとしますよね。でこれで計画が、まあ、出来上がったという段階でもうその4人は犯罪者なんです。つまりそれが犯罪なんです。でそれ出来上がった出来上がったんだけども、まあ明日というようなことを決めといて、じゃあどうすんだね、食事に行ったと、ご飯食べたらちょっとまずいよなあれって、やめようよということってあり得るじゃない。じゃあその場合はどうなのというと、実はやっぱり共謀罪は成立してるんだ。だからその4人の中で1人が交番に駆け込んで、いや実はこういう話があって決めてますと言えば、まあ全員が有罪になります、ね、共謀が成立していると断定すればですね、まあ、その共謀したこと自体が罪なん でここが分かりにくいところですね。つまり共謀罪っていうのは未遂がないってことです。未遂がないっていうのは不思議でしょ。中止もできない。まあ、あるところまでこうふわっとこう曖昧な形でいろんな計画が語られて、最後にピシッと定型化するという時に共謀罪は成立で、後からやめたと言っても成立したものは消せない。これはね、日本の、まあ、これまでの社会をかなり変えると思いますね。つまり一人の人が心の中でよからぬ、まあ、悪魔のささやきですか、その犯罪をもうやろう、もう直前まで気持ちがもうやろうと決めてた、だけどギリギリのところで、まあ、知り合いと会ってですね、はっと我に返って、なんていうことを考えたんだろうかって言ってこうやめる。これは罪になりません。これ共謀罪が今回成立しても罪にならないんですね。なんなら彼は一人だから、組織的で犯罪集団でもないから、でそれは当たり前じゃないですか。悪いことを考えてやろうとするギリギリまで行ったんだけど、引き返してきなさいっていうふうに呼びかけるのはやっぱり社会の、安定のために、犯罪を抑止するためにいいわけですよね。ところが今回の共謀罪に関しては、組織的犯罪集団で、複数人がそのよからぬことを決めたことが犯罪化されるので、それ取り消しはできませんよ。他はほとんどあまりまだ知られてないとこかもしれないですね。どうですか、岩井さんの方で何か質問があれば。そうですね、その、さっきその619とか277っていうのがあったんですけど、そもそもその法律の、体系として、なんか今回のその共謀罪法案って、まあ、言われているようなものが一つ何かできるっていうではなくて、どうなんかこう構造がよくわからなかったんですけど、277の罪っていうのをどういう、 こう、仕組みになってるんですか、国会でできる法案の、はい、ちょっとじゃあ図を見せたいと思うので、はい、ちょっと一回、はい、いいですか、はい、止めていただいて、はい、まあ、ところ、まあ、もう一回お話しますと、さっきこのね、まあ簡単なチャートですね、共謀があると。で、一番分かりやすいのはこの既遂ですね、すでにやり遂げてしまう、手前が未遂、さらにその手前が予備で共謀と、でこうなってます。でこれは今はですね、その極めて重大な犯罪にだけ、この予備が加えられて、本当に特別なものに対してだけこの陰謀罪共謀罪というのが20種類ほどあるというのが今の法体系、そこにこれを原則的にこの277に入れちゃうよと、つまり体系の変更なんだね。あ、なるほど、分かりますか、はい、だからそのこうプログラムを書き換えて277に当てはめると全部この段階で犯罪になると。でただし政府が言ってるのは、組織的犯罪集団であることと
立候補準備行為という何らかのこと、例えばこれは共謀罪がある国ではオーバートアクトって言われてるんですけれども、その犯罪をするためのお金を下ろしに行く、うん、あるいはその地図を買って印をつけるとか、まあ、そういったあれレンタカーを借りるとか、うん、そういうことについて何かあった時に、そのこれをその処罰できるんだよというのが今の277種類、まあ、そういう原則かける277種類というふうに思ってもらえると分かりやすいかなと思います、うんうん、あ、分かりましたそういう、あ、そういう、なんですかね、法案が1個できるっていうよりかはそういうルール変えるっていう、うん、体系です、ね、体系を変える、体系だから、まあ、ちょっと分かりやすい例で言うと、戦前に治安維持法っていう法律があって、この法律はやはり共謀罪よりさらに、まあ、踏み込んだのは、国にとってよからぬことを考えた場合、まあ、これは国体の変更とかですね、私有財産制の否定って、まあ、そういうふうに定義されていて、まあ、当時の共産党などを対象に限定的に作られるという話だったんですけども、まあ、しかし実態どうかというと、宗教団体、まあ、例えばその、創価学会の初代会長とかも全部治安維持法違反で捕まってます。でまた趣味の会とかですね、まあ、お父さんがこの戦争は負けるなと言ったということを息子が告げ口したら危ないという世界があったんですね。つまり心の中で考えたことが犯罪になる、これは治安維持法の世界でした。で今の日本の戦後の刑法っていうのは心の中、内心ですね、心の中にその踏み込まないよという原則です。で心の中に踏み込まないっていう原則が、じゃあ、いや、時に踏み込んでいいんだというふうに考えられた時にどうでしょうか。それは体系の変更になりますよね。まあ、日常生活、よからぬことを考えた場合はもうそのことだけで罪になると、まあ、今回の共謀罪はそうではありませんよ。だからそれが体系の変更という、まあ、例えですね。だからこれまでは、4人5人の、その組織的犯罪集団とされる人たちでも、まあ、いろんな話をする中で実際には実行しなかった計画などもちゃんと立てちゃった場合は処罰の対象になる、いうことですね。立てちゃって、そのじゃあ実行準備行為っていうのがあるじゃないかというところが、まあ、論点になるんですけども、実はアメリカではですね、非常に幅広くこう返されていて、その共謀した内容ですね、例えばどこかの家に押し入ってうんぬんというような内容でこう共謀が成立した、そのままそこの場に居続けてそのことについて語り合ったっていうのも認められてるんですよ。それだとほとんどですね、外に出る行為っていうのも非常に、なんか厳格のように思えますけども、そんなことは決してないということですね。まあ、地図を買うってことを今しないと思いますよね。まあ、住所を入力して Google マップで別にプリントアウトしなくてもこの辺だねっていうふうに見たらどうでしょうかと、まあ、その辺は今後捜査機関に任されるということになります。その、計画しても罪になるっていうことを決めた、まあ、体系を変更したとして、その277の罪を防げるもんなんですかね。そのためにはもうそれを事前に監視してたりとか盗聴してたりとか何か調査をしてないと防げないと思うんですけど。そうですね、だから一番の論点はなんでこんなに多いんだってことですね。で、まあ、日本がを除く他の国々が、まあ、続々とそのこの国際組織犯罪防止条約を批准してます。じゃあその日本のように277も新しい犯罪を作った国はあるのか、いまだに説明はありません。例えば韓国っていう国は、はい、戦前の日本の、まあ、植民地という時代があって、極めて似てるんですね、その刑法の体系とか。もう韓国は批准しています。韓国は国家保安法という法律があって、そこに
まあ、共謀罪的な要素があるんだと説明されてますけれども、277もの、その一斉に体系変更を行ったということは伝えられてないんですね。そうすると日本だけがですね、非常に遅くなったけれども、やっぱりまとめてこの体系を導入したいというふうに考えてきたということが言えるかと思いますね。ちょっと私からもご質問よろしいですか。はいはいはい、まあ、今回ですね、そのテロの防止のための、ね、法案だということでですね、この法律が通らないとね、国際条約が批准できなくてですね、そのためにオリンピックが開けないというですね、うん、まあ、まあ、分かりやすいって分かりやすいですね、そういった言い方をずっとしてるんですけども、その過去3回そういった審議があったわけですね、はいはい、でそれでもやはりそういったテロだとか、あるいは国際条約が批准できないとか、そういった話をされたんですか、政府の方は。過去はですね、うんうん、その組織犯罪防止条約に入れないからっていうのは言ってましたよね、うんうん、はいはい、ただテロってことはそんなに言ってなかったです ね、はい、まだ当時はそんなにテロは高してなかった、高してなかった。いや、そんなことないですよ。あの911事件がありましたし、はい、むしろ非常にその意識されてましたよ ね、 そのテロ問題はね。でもまあそういったテロが前面に出ないで、その、共謀罪というのが審議されたと。まあ、そもそもこの条約は、うんうん、テロの条約じゃないんだよね、うんうんうん、テロの条約っていうのは、うん、もう13種類日本は批准していて、はいはい、まあ、既にあるわけです、うんうん、でこれはマフィアのマネーロンダリングとか、うん、はいはいはい、つまりもっぱら金銭や 物的な利益を売ることをその国際的にコントロールして抑えようという、そういう趣旨の条約ですね。ですから、まあ、幾段にも飛躍があって、うんうん、まず条約に入れないのかどうかと、うんうん、じゃあ、日本のようにその全部その何百とですね、法体系を変えた国が、うん、じゃあどうしてたくさんないのかというのは疑問ですよね、うんうん、でそもそも、この国際、組織犯罪防止条約っていうのは、まあ、中国語読みだとですね、国をまたぐ国っていう、国をまたいだ越境的な組織犯罪を防止する条約なんですね。である国はですね、まあ、カリビコ海に浮かぶ小国なんですけども、つまりたくさんの罪がこういうふうにあっても、国と国をまたいで、その行われた場合に適用するっていうふうに立法してるんですね。だからもし日本でもその国と国をまたいでっていうふうにやった場合には、全く今の議論、今こうやってどういうふうにこの277もね、幅広くやるのかっていう議論は全く変わってきます。その国と国をまたいだ犯罪において適用すると、まあそういう考え方もあるし、でそもそも日本ではですね、実はその共謀罪っていうのは20しかありませんけれども、うん、裁判の中で共謀共同正犯という概念が幅広く使われている国なんですね、うんうん、というのは例えばその、まあ、銀行ギャングを例にとってみると、そこに一番のこうリーダーっていうかですね、まあ、仕掛け人がいたとすると、資金も調達した、まあ、車も手当てした、そして人員を集めた、でそのしかし実行はしないわけですね。その人も確実に捕まりますよね、日本は。だから共謀共同正犯です。でその共謀共同正犯っていうのは、まあ、一つの犯罪をですね、共に相談してですね、そしてそこにいてもいなくてもですね、同時にこうやってるというと、それは一番悪いのはですね、むしろその実行したものが一番悪いというよりは、計画して企画したのはもっと悪いんじゃないのって、うんうん、まあ、いうところを罰しているわけですね、うんうんうん、で実は私がまあ、有名な答弁になったメクバセの例なんですけども、はいはいはい、当時の法務省はですね、この共謀罪って言ってもそんなに簡単に成立しませんと、うんうん、で要するにこの犯罪の計画を
まあ、緻密に周到に立てて、うんうんうん、そして役割分担を決めて、そしてその連中っていうのがやはり組織的な犯罪集団であって、まあ、つまりこの計画が立てられたことによって実際の犯罪が走り出す手前に至るという時に、まあ、使うんですよっていう説明をしてたんですね。だから居酒屋で盛り上がって上司の悪口を言ったら共謀罪かなんていうことはもう全く少子千万ですと、まあ、いうふうに言ってたんですが、実はその最高裁判所の裁判例っていうのがありまして、でこれは当時、11年前の2年ぐらい前ですかね、だから今から振り返ると13年前14年前ぐらいの判決になりますけれども、まあ、暴力団のその組長がそのまあ、前後 の, そのまあ組長の前後を走っている車の中からですね、まあ、拳銃が出てきたと、まあ、その拳銃の所持ということはまあ法律で規制されてますよね。まあ、そういう意味でもテロ対策ということでいうと日本のようにですね、アメリカのようにそれは権利だという国と、その持ってるこれも犯罪だし、輸入を手続きしようとしたところも犯罪だしっていう、まあ、そもそも実態としてそういうところも見なければいけないと思うんですが、まあ、その今の例に戻ると、その拳銃をその暴力団の組長がの前後の組員が持っていたということの事件です。でその中で最高裁判所が、出したのは黙示の共謀といって、黙って示す共謀ですね。まあ、これは暗黙の共謀とか沈黙の共謀とかとも言われますけれども、という概念を当てはめています。つまり暴力団の組長は言葉でおい持てよとか持ったかと言わなくてもですね、自分が動くときには当然ながらそういった武器を携行して、まあガードしているというのを、まあ、知っているわけなんで、あえてその言葉で持ったか持ったな、これは必要ないんだということで、まあ、その共謀共同正犯が成立するという判例が出ていたんですね。でこれをまあ法務省の当時の刑事局長にまあ尋ねて、まあ、その共謀罪の共謀と共その今の事件の共同共謀正犯の共謀はまあ一緒ですよねと、まあ、共謀罪の共謀との違いは共謀罪の方はまだ何もやってない、こっちは共謀共同正犯の方はやったことに対して、まあ、みんなグルだろう、そういう概念、まあ、そこは違うんですけども、まあ、その意味が同じだと、共謀共同正犯とすると、まあ、暴力団とか組織的な犯罪のグループで、まあ、その A というところを襲うということをその、全部共有しているメンバーで、まあ決まってないのはタイミングだけだったという時に、その親分が立ち上がってメイク罵声をして、さあ今だよということで皆さんがそのメンバーが従った、この瞬間、これ共謀が成立したと言えませんかというと、やっぱ言える場合もあろうかと思いますという答弁が返ってきたわけですね。でそうすると、じゃあ緻密に計画云々っていう言っていたけれども、場合によっては黙って共謀だねと、つまり目くばせで共謀も成立するんだねということをまあ認めた形になります。でこれはですね、当時非常にまあびっくりしたっていうかね、共謀罪って言ってもそんなに簡単にね成立しないだろうと思ったけれども、まあ場合によってはですけど、いろんな条件がついてますけれども、目くばせで成立するというのは大きく報道されました。まあ、その結果かなりいろんな世論も動いたということがあります。で今回はですね、金田大臣が一般の人は捜査の対象になりませんというのを今繰り返し言ってましたね。でこれなんですけども、実はまあ、つい最近ですね、やはり最高裁判所の、判例がですね、
2015年9月に、これはあの岡本クラブ事件って言ってね、うん、あの老舗のホテル経営が厳しいですよね、うんうん、これ熱海にあったホテルなんですけども、はいはい、このホテルの経営権を、まあ、暴力団のフロント企業が、まあ、買うんですね、うんうんうん、で他の、まあ、あのいろんな旅館とかですねホテルをつなげて、まあ、高齢者に対しあのお金を預けてくれれば、うんうん、宿泊できますよと、うん、そしてそのお金はちゃんと戻ってくるんですよと、うんうんうん、というまあ至れり尽くせりの条件で、うんうん、まあ、そんなうまい話はちょっとおかしいと思わなければいけないんですが、うんうんうん、まあ、しかし多くの人が騙されて、うんうん、まあ、その預託金っていうのを払ってしまったんですね、うんうん、でそのお金は、さあどこへ使われたのか、最終的に解明されてないようなんですけども、まあ、この事件というのは組織的犯罪処罰法の違反の事件ということで、まあ、その社長はですね、逮捕され起訴されました、うんうんうん、でその時にですね あるこう争いがありまして、詐欺であると、まあ、詐欺ですよね、だってお金返ってこないよ、うんうん、でもその単純な詐欺であるとその、まあ、10年ところが組織的犯罪処罰法における組織的詐欺だとその倍になるんですね、うんうん、だからまあ倍は随分で大きいですよね、うんうんうん、でしたがって、まあ、この捕まった社長 その弁護に当たるその、まあ、被告側の主張としては、うんうん、いえいえその組織的な詐欺ではありませんという、うん、いやいやその検察が組織的詐欺じゃないかと、まあ、こういった争いがあったんですね、うんうんうん、でこういった中でこの最高裁判決が言っているのはまあ、役員従業員で構成される組織により営業活動を行う会社が団体に当たるってことは、うん、疑問の余地がないねと。団体っていうのは、まあ、今回 あの共謀罪でもそこに、うんうん、先ほど見せたように、うんうん、この組織的犯罪処罰法の改正案ですかね、団体っていうのは例えば会社、例えばそのサークル、うんうん、例えばまあ労働組合、うん、まあ、いわゆるグループなんですけども、この会社役員従業員で構成される組織により営業活動を行う会社がまず団体だねと、この組織的犯罪処罰法が言っているところの団体だねと、うんうん、そして施設利用預託金ですね、まあ、電話営業とかして、こういういいお話がありますよと振り込んでください、これは、団体の活動に当たりますよねって言ってます最高裁判所は。でここがポイントなんですが、ある時点以降営業活動が詐欺行為にまあ、転じたと、うんうん、つまり一般の会社だったはずなんだけども例えばその経営者が多くのお金を本当は返さなければいけない、取っておかなければならないお金を使い込んでしまったり、他にこう送金してしまったりした段階でもう返せなくて、うんうん、返せないことはもう歴然としてるのにさらに売っているということはもうこれは詐欺行為を実行するための組織にその一般の会社はなったよねと、うん、なったよね。ただし電話をしている人はそういった実態、例えば1年前と今日が、1年前は会社の活動で営業行為だったのが、うん、今日は詐欺であるということは全く分かっていない、うんうん、そのことを言ってるんです。この組織の中に詐欺行為に加担している認識のない営業員や電話があったからといってそこは別意に返するべきではないっていう、うんうん、別、異常の意で、つまり、まあ、そこをもってしてもですね組織的詐欺であるということを排除することはできない、つまり知らない人が、うんうんうん、こう会社の活動として確かにやってたんだけど、あるところからこの会社の活動自体が詐欺に転じた、こういう例があります。で金田大臣もですねなかなか
はっきりした答弁が出てこないということで、野党側 の、 あの委員も苛立っているわけなんですが、このことははっきり言い切ってるんですね、うん、というのはその普通の団体、あるいはその正当な目的を持って設立され運営されている、まあ、例えば会社でも途中で変質してくると、そして組織的犯罪集団となった場合はこの対象になります、この判例を意識して、原稿を書いてある原稿を読んでるんだと思いますね、まあ、そうするとあの一般の人はあの対象にならないというのは、その一般の人とは何かっていう議論が、あのまあ非常に簡単なトリックで言ってるように思うんですが、まあ、金田大臣は一般の人はおよそ組織的犯罪集団とは関わりを持たないのであって、一般の人が捜査の対象になることは考えにくいので、その可能性は 100% ないとまで言ってるんですね、まあ、しかしながら今の話で分かったように、電話アポインター営業ということで、まあ、真っ当な普通の会社だったはずなんだけど、ある時から経営のトップの方針で、まあ、実はその社会的には詐欺と言われるような行為にこうずるずるとね転じて変質したよという場合には、まあ組織的犯罪になるわけですね。だから一般の会社、一般の人も当然それは捜査の対象になるわけですよ。でここではまあ詭弁だと思うんですが、あの一般の人というのは組織的犯罪集団と関わりを持たない人だから捜査の対象には 100% ならないんだけれども、仮に一般の人と、自らも持っていた人もですね、組織的な犯罪集団との関与を疑われて捜査の対象になった時には、これは一般の人とは言えない、まあ、そういうふうなあの区分けをするとですね、 100% 一般の人なんだけど捜査の対象になった瞬間非一般の人になるわけですが、一般の人はどこまで行っても捜査の対象にはならない、まあ、こういうちょっと子供じみたあの、まあ、詭弁が多いなというふうにも思いますね。あのもう一つまた聞きたいんですけどね、はい、あのまあ、今まで3回廃炎になってましたね、考えてみたらその時っていうのは当然その、与党がですね当然多数を占めてましたから、はいはい、早期になれば強制ですね、できんですね、はい、採決してですね、法案を通してしまうということもできたはずなんですよね、それがなんで3回もですねそういった廃炎になったのかと、それちょっと不思議な気がするんですけども、まあ、小泉純一郎さんっていう総理大臣の時代ですよね、はいはいはい、でこの小泉さんとはだいぶ僕も意見も違うし、ただあの一つだけ彼がすごいのは、あのまあ勘ですよね、ドタ勘というか、そういうものはやっぱり鋭敏だと思います、で彼は官邸の中で平成の治安維持法を作った総理と呼ばれたくないっていうことを、まあ、言っていたという話を、まあ、私当時聞いたことあります、まあ、亡くなった作家の城山三郎さんなどがこれは総理これはいけないですよということを訴えたというような話も、まあ、聞いています。で目配せの報道も見たでしょう、懸念がある。だから強行採決はもう決まっていたんですね、です11年前の5月17日だったと思いますけども、もうあの衆議院の法務委員会では、たくさんのテレビカメラが来て、あの国会の警備の人も来て、まあ、あのガラスのコップなども取り払われて、もう強行採決、ところがそこまで準備があったんだけど、本日はこれで散会しますって委員長が言ったんで、もう大臣もびっくりしちゃった、なんだよなんだよみたいな、これ何だったのというと、まあ、当時の小泉総理がですね、河野洋平衆議院議長に電話をしたそうで、内容は分かりません、まあ、とにかくちょっと待ってもらえないかという内容だったと思います。まあ、あのさすがに安倍さんと違ってですね、あの、止めろとかって言えないわけですね、これ行政府だから、まあ、あくまでも議長と話して、まあ、多分その懸念を伝えたんだと思うんですね。そして、まあ、議長がですね、あの与党と野党の国会対策委員長を呼んで、
国民の間に必ずしも理解が広がっていない、うんうん、でこういう法案は与野党ともに丁寧に議論し合って、うんうん、成立を、うん、させるべき法案なので、うん、慎重にやってほしい、うん、つまり強行採決に対して待ったをかけた結果、うんうんうん、その強行採決未遂になったということですね。ですか、はい、だからその本当にギリギリだったんですね。そういった事情があったんですか、まあ、今回もね、また強行採決を来週にでもするんじゃないかというですね、そういった話が来てますけどね、今回はなんか そういった前みたいなことはなりそうもないような気もしますですね。まあ、あの官邸の中からその鋭敏な総理が電話をする、うんうん、まあ、その後を見ると原発事故の後小泉さんはですね、うん、私が間違ってましたっていうのを早々と言いましたよね、うんうんうん、まあ、その自然エネルギーをどんどん普及させるべきであって、うんうんうん、もう原発こだわ、あの自分騙されたと、うんうん、全部デタラメでした、うんうんうん、ただ全部デタラメも未だに信じてあの修正しないのが現政権ですよね、うんうん、まあ、東芝というあの日本でも有数の会社が、うんうん、その国の、あの国策ですね、うん、原発推進だからということで原発に肩入れをしすぎてですね、途方もない金額をその原発事業で失い、まあ、あの虎の子のさまざまな事業部門も、まあ、売ってですね、今やもう日もさっちもいかない状態になっている。これはまあ東芝という企業に起きたことだけれども、日本という国全体もですね、まあ、そういう方向に向かってるんじゃないかということに対して小泉氏の場合はですね、やっぱりその感じて発言をしてます、まあ、そこがちょっと違うところなのかなと思いますけどね。なるほどね、はい、そういった意味では小泉氏は結構偉大な総理だったんですね。今のちょっとね、間違いもあったけれども、っていうのはあの小泉総理だけじゃなくてですね、うんうんうん、まあ、菅直人総理大臣が原発事故当時、はい、あの総理でしたよね、はいはい、彼もあの事故の時までは原発推進派だったんですね、うんうん、で民主党政権でそのベトナムに原発売ろうとか進めていたわけなんで、うんうん、まあそういう意味ではあの起きたことに対して、改めるということは大事なことだと思いますけどね、うんうんうん、で今回は11年前12年前と比べて思うのは、確かにですね、その官邸から電話がかかってうんぬんというようなことは起きにくいと思います、まあ、まず起きないだろうと言ってもいいかもしれない。ただしこの共謀罪というのがテロ等準備罪だとは言いながら随分幅広いなということと、うんうん、その大臣も、うん、分かってないようだよと、つまり分かってない大臣も説明できないようなことがですね、277種類作られるってやっぱり不気味ですよね。でそれがあのテロと無関係の法律、うん、例えば、まあ、若い人だとですね、あの著作権法なんか、あのコミックマーケットとかでですね、はい、あのいわゆるその著作権をめぐってですね、うん、これが申告罪から外されるっていう騒ぎがですね、うん、TPP の時あったんですが、そういったその著作権法だとかですね、消費税の申告、うんうん、それから会社で言えばその決算の粉飾を相談したとかですね、まあ、いろんなところにこう広がっています。でこれテロと全く関係ない領域に277もありますから、だからそうすると一体何が起きてんだろうかっていう危惧はですね、少なくても新聞とテレビのニュースの量は11、2年前よりはるかに多いです。あ、そうですか。はるかに多い、多いんですか。というのは共謀罪が対決法案にこの国会でなったんで、うんうん、衆議院の法務委員会で議論をし始めるはるか前の予算委員会の1月の段階からこの金田大臣とのこうやり取りというのはずっと伝えられていますので、それは報道になってます、うんうんうん、ですから、あのそうですね、私のこう感覚ではあの当時の共謀罪の報道よりもですね、うんうんうん、まあ2倍以上、まあ、場合によったらもっと多くは報道されてます、うんうん、ただまあそれに対してじゃあ国民、市民の多くが
どういうふうに受け取るのかというところでしょうね、うんうんうん、だからテロ等準備罪に賛成ですか、やっぱり賛成ですよって、あんまり新聞もあのインターネットでもニュースサイトとか別に見ないしというと、そのテロ等準備罪、テロを準備する反対、それはいいんじゃない、うん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 、そこでまあいわばその国民をその、錯覚させて、賛成させようとしているっていう、そこの仕組みがですね、これから、まあ、どんどんこう議論すれば分かってくるはずですね、で他の国がどうだったのかっていうことは、あのもうそう聞けば分かるわけですね、その国に聞けば分かるわけなんで、まあ、日本だけはこれだけ多くの共謀罪を作ろうとしているということと、これはあの新聞なんですが、まあ、治安維持法というね法律ができた時のまあ新聞なんですね、治安維持法の乱用は禁物だと言っています、これは、言論活動表現活動にも、ね、影響を与えかねない、慎重にやるべきだというふうに言ってるんですね当時ね、全然慎重になりませんでしたできたら、これがまあ一つの教訓、なので今回の共謀罪はイコール治安維持法だっていう人もいますけども、まず入り口になってますよね、その心の中に踏み込むっていうことでは、それから結局その何を対象として、どんな目的でどういう手続きで作られるあの刑事罰なのか、ということがさっぱりわからないんですね、なんかあのお花見の話が出て、そのお花見の時にあの、まあ、ビールとかいろんなものを持って歩いている人は、花見の下見と、双眼鏡を持って、地図を持ったりしている人は、まあ、準備行為じゃないかみたいなそういう答弁もありましたけどね、まああの双眼鏡を持ってね、いかにも怪しいよという格好でなんか下見をする人っていますかね、それはちょっと考えにくいと思いますよ、でしかもそ の, あの国会での実はあの新しい法律っていうのは、まあ、日本 の, あの法体系もそうですけど、あの判例、特に最高裁判所の判例とか確定するとそれで運用されてきます。で実はあの新しい法律ってできて何の判例もないですよね。その時に、捜査に当たる人たちが参考にするのは国会答弁録です、全く何の参考にもならないと思いますね今、だからそういうきちっとした話が積み上げられていかなければいけないわけですね、277もそうあるわけなんで、そうそうですね、お時間が近づいていたんですが、はい、あのどうですか岩井さんの方あのいろいろとお聞きしてね、はい、どういった感想をお持ちになりました、そうですね、まずその今やっぱ277のどういう犯罪があの対象になろうとしてるのかっていうのはちょっと家帰って、だ出てるんですかね、何か情報はすぐ、まあ、それはあの表にはなってますね、出てますよ、まあ、例えば金融商品取引法違反とかね、競馬法違反とか著作権法も言いましたね、消費税法違反とか、まあ、これは277もありますから、その中には森林法違反とか、さっきのあのキノコ狩りの話ですね、そういうことまで幅広いですね、あもうこういう、森林法とか、著作権法ってことはその具体的な犯罪の内容としては結構幅が大きいということですかね、これをしたらダメとか、やっぱ幅が大きいのがね、例えば傷害罪とかじゃないですか、あ傷害罪なんていうのはもう本当にあの頻繁に使われますし、それは組織的な犯罪集団であるというと、その組織的な犯罪集団が誰かを傷つけようと言って示し合わせたのが罪になるわけですから、これはだからあの示し合わせたって今までは別に処罰できなかった、でも示し合わせたことが処罰対象になる、じゃあどうやって証明するんだっていうと、やっぱりどうしてもそこの場の録音テープがあるとか、あるいはそのネットで、まあなかなかねその会議とかをスカイプでやってあの犯罪をみんなあのこうある種誰かにこうあの提供するような形で練るとも思えないんですが、ただ若い人の間では多分 LINE とかね
これはあり得るなと思うんですね、うんうん、現にあの未成年の大きな事件の証拠としてはやっぱり LINE ですよね、とんでもないことやっちゃったとか、うんうんうん、でその中でこの共謀が犯罪になるので、そうするとあの要するに開けてみた既読ですか、これがその開けて見てるよね、うんうんうん、だけど見てどう思ったのかわからないですよね、本人じゃないと、だからそこがあの捜査の対象になるので、まあ、開けてお前も同意したはずだみたいな話になっていく、うんうん、それからもっともっと監視しないとこれダメだよって話になると思いますね、うん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 、共謀罪は、まあ、実はのテロ対策に、まあ、特効薬でも何でもないんですね、うん、あのフランスにもあのこの条約に入るときに酸化剤以外に共謀罪もできています、うんうんうん、ところがご承知のようにあれだけの大きなまあ、事件が起きているわけですね、うんうん、で監視もしてるはずです、なかなか難しかった、うん、で今大統領令である種あの逮捕令状もなくですね踏み込んだりできるようにしてますけど、うんうん、まだそういった社会的なですねあのテロの温床みたいなことに解決が及んでないというのはフランスだと思います、うんうん、で日本もこの共謀罪できてですね、何かまあ、いわゆるテロに近い、あるいはテロじゃなくても大きな事件が起きたとします、まあ、時々起きます大きな事件は、その大きな事件が起きた時に共謀罪を使えなかったじゃないかって議論に、うんなるように、うんまあ、予感します、うん、そうするともっとちゃんとあの見てなきゃダメだと、うん、もっとちゃんとその把握してなきゃダメだというような議論になっていき、うん、あの、あらゆる国民の、その、コミュニケーションは、うん、とりあえず監視しましょうみたいな、うん、そういう社会に、うんさらになっていく可能性っていうのがあるんじゃないでしょうか、うんうん、わかりました、まあ、本当にねあの恐ろしい法案だとよく分かったんですが、まあ、あの先生おっしゃったようにねその、その国民をですねある程度ねその騙していったらちょっと語弊ありますけども、そのテロ防止のために必要だという形でですねこういった法案を今、成立させようとしてましてね、これあのこの前あの安倍首相がですね教育を無償化するためにはですね憲法を変えなきゃならないとなんかそういったことを発言したんですがね、うんまあ、それと同じ構図だなというなんか私も感想をですね、ちょっと受けたと思います、はい。まあ、一応今回ですねこういったの、共謀罪につきまして、保坂先生からお話しいただいたんですが、その時にあの治安維持法の、ね、話があの出ました、治安維持法につきましてはねまた会を変えましてやはりあの世田谷在住のですね石川久美子さんにね、またその、まあ、石川久美子さんはあの、政治学者でいらっしゃいますけども、石川久美子さんにまた、会を改めましてね、お話を聞きたいと思います。今日はこれであのおしまいいたします。どうもいろいろとありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。